家庭に来られた時に記念作るので、家族の皆さんで食べる場合はもうたくさんをいっぱいあげたいからもう。こんなつけてらっしゃるんですか？こんなつけてます。あんまり入れたって頑張りません。こんなこうついて一つ立ってもつけ透明透明じゃないですか？はい、全然ないです。冷蔵庫にぶっこ置いてたらちょっとあれですけど、うん、まあ、1時間ぐらいだったら、ね、大丈夫です。で、こっちの方が早いんで、ハスでやるで、ある程度入れますから、殺菌とかにしてます、こういうので。あ、それでいいんだ。で、さっき予測集めてひっくり返してたりとかしましたけど、あれは授業間に作るため、家庭で食べるようでしたらもうこれでまとめてあげて、最後に衣を寄せてあげればいいぐらいなんですけど、そこまで気にしなくても大丈夫です。やりやすいように一つにやっていただければ、まあ、家庭で揚げる分には多分このぐらいの長さになると思います。で、こあんまり入れすぎたら揚がりが悪くなるんで、まあ、ある程度はでこれ入れてあげれば。いつもうちのお客さんで上に乗ってるのは何ですかって聞かれるんですけど、これ卵です。同じこれと容器に入れて揚げやすくするだけなんです。で、こっちがいい色になってきましたので、もう大体 OK です。で、まあ家庭でやる場合はもういちいち一個一個揚げてられないので、まあ、半分ぐらいバタッと揚げて、で、しっかりここで油はしっかり切ってください。ここに置いた時点で衣がいっぱいバラバラになってますけど、後で乗っければいいもん、家庭でやる場合は。タレも最後上からかけますけど、かけた方がこうあれかもね、こんな感じ。